はい、どうも皆さんこんにちは、いつおです。ということで、前回はオアスポーンとタイタンモッドを入れた時に追加されるコラボモンスター的なねやつ2体のうちの1体スコーピオンのやつをねちょっと見ていったんすけど、まあ強かったと。ワールドもめちゃくちゃになったしねそれで今回は2体目のねクラーケンを見ていこうかなと。せーの、ポン。あーなるほど、でかいな普通のやつより。うわーすごいわ。周りのやつが普通のワスポーンのクラーケンかな。なんで真ん中に飛んでるあのひときわでかいやつがこの今回のコラボ仕様のやつですね。うわこれはワールド荒れるなまたちょっとじゃあなんか出してみようかな。争うかな。いや争ってるわ。うわこれ重なるで絶対。本体はあれ、目が紫のやつが確か本体やねんけど。あー上連れ去られてるわ。やばこの雷の量、すっげー高いとこまで運ばれていったで。わわわわわ、空中戦がすごいわ。どこまで行ってんのあの二人。おー半分、6割ぐらい残ってるかな。いやまた連れて行かれんの、もうマジで。また出たよ、すぐ運ぶから。影しか見えへんもん。おモブジラ倒されたくね。これはまず、ああモブジラのアイテムが。さあということで違うワールドにやってきました。じゃあちょっと次はもうキングあたり行っても大丈夫じゃないかな。キングかクイーン、キング行ってみようか。えい。まあキングは空も飛べるしな、なんならかなり強いと思うんやけど。いやさすがにキングも全然ひるまへんな。一方的にやられてる感はないな。ちゃんと反撃してる感あるわ。もうワールドの上の上限ぐらいまで来てしまった。ちなみにキングの体力はもう半分いってしまう。やばいわダメージが。マジか、キングなら勝てるかなと思ったんやけど。クラーケン、あクラーケンも減ってるな。でも減ってることは減ってるわ。残り何割かから減らんくなるこの人。なんかこのキング絶対この体力で止まるな。一旦戻ろう。マジでワールドがやばい。さあということで戻ってきたんすけどダメだな、キングはなんか決着がつかへんな。なんかわからんけど体力が残りなんかちょっとで減らんくなるな。これも決着つかなさそうやけど行っとこうか。攻撃するかなクイーンのこと。あ、したわ。攻撃してしまったよ。クイーン、おお強い。え？あれ？倒した？え？嘘、嘘。一瞬でした。さすがに。強いんか。ノーゴーレムタイタンと、クラーケンね。だったらどうなのかっていう。うわわわわわ、どっちもでかいな。タイタン同士やとでかいな。うわめっちゃ空の方まで行ってしまったけど、どこまで行った。あ下におるん？なんか顔変わってない？顔変わってたよな今なんか顔じゃなくなってたけど。あでもスノーボールのタイタンも体力が、あ、あ待ってまたクイーン来たわ。何がどうなってんか分からんけど、今回は、クラーケンね、クラーケンのタイタンモッドバージョンでした。いやまあ確かに強いけど、なんかちゃんとワースポーンと合わせてある感があるな。クイーンとかには勝てへんかったりとか、他のまあモブズラとかには勝つけど、また会いましょう。さよなら。